ちょっと賢くなったような気がする時間ダンディサロン防衛費増額その財源は税金となりそうです岸田総理は今日の自民党役員会で防衛費増額をめぐり防衛力の抜本強化は安全保障政策の大転換で今を生きる国民が自らの責任としてその重みを背負って対応すべきものだと述べ一部を増税で賄う考えを示しましたまた先の記者会見では 我が国をめぐる安全保障環境も厳しさを増していますこうした状況前にまあ総理大臣として5年間で抜本的に防衛力を強化することを決断いたしましたそのためには裏付けとなる財源これは不可欠です国民の皆さんに私たちの今の平和で豊かな暮らしを守るためにえまた 私たたたたたたちのの世世代代が未来にに責任をを果たすすためにご協力をいいいだきとと考えていまま述べました防衛費増額の財源として令和9年度以降に1兆円強を税制措置で賄う予定で大企業を中心とした法人税で78000億円東日本大震災後に導入した復興特別所得税やタバコ税でそれぞれ2000億円程度を確保する案が浮上しています しかし、増税を打ち出したことに対し閣僚から批判の声が高市経済安全保障大臣は賃上げマインドを冷やす発言をされた総理の真意が理解できません自身の発言で罷免されるならそれは仕方ないと総理を批判西村経済産業大臣も増税は慎重にあるべきと発言しました。 高市氏らは防衛力強化の旗振り役だった安倍元総理の側近で安倍氏の防衛費は次の世代に祖国を残していくための予算という生前の主張が念頭にあると見られます。はい、神さんいいかかがですか、まあ、あの防衛力強化ののためのいわゆる財源 っていうのは一体的に議論をするっていうことはもう前々から総理はおっしゃっていて、でその政策進める上での安定財源っていうのはやはり確保安定財源を確保するっていうのは責任ある姿勢だと私は思います。でまあ今ただ2023年度には増税はしないってことを言ってるわけで、この2027年度以降増税でっていうことをまあ今回おっしゃってると、でただやっぱり私昨日実はまああの。 岸田派の人と一緒にいたんですけど、まあ、岸田派の人はもちろん総理派閥の方なのでやっぱり国債ということでは無責任だとやっぱり増税というのをね、まあ、正面から言うべきだっていう人もいますけども私の感覚的にはまあ反対増税反対あるいは慎重論者って自民党内でまあ7割って言われてますけどもっと多いと思ってます。 肌感的に8割くらいみんな反対でそれは何かっていうともちろんその増税っていうのは非常に慎重に考えなければ議論しなければならない消費税増税だって議論して議論してちょっと引きながらまた議論してっていうことをやっているわけでここで増税論というものをまあ議論し尽くしているのかっていうことそこら辺に対して不満を持っているあの与党の人もいますし。 やっぱり根回し的なところももう少し丁寧にやってほしいという、まあ、閣僚の方々の,、ね、あの高市さんなんかは私は非常に覚悟を持って罷免されてもっていう表現はもう覚悟を持ってこれを言わなきゃいけないという思いでおっしゃったと思うんですよね、やっぱりその、まあ、物価高も含めて非常にここで増税ということを言うとどんなマインドになるんだということをですねおっしゃったのは私はそれも妥当な意見だと思っています。はい健太さんい うーんなんかね、このニュースってどこまで真面目に向き合えばいいんだろうって思ってしまうのが段階的に増税するっていう、まあ、令和9年に向けて、うん、その時に岸田首相が総理をやっているって思っている自民党議員がどれだけいるのかっていうことが、うん、まさしくこう高市さんの発言に透けて見えるというか、うん、まあ高市さん、自分は罷免されても構わない、うん、逆に裏を返せば岸田さんと一緒に沈みたくはない。まあ、そのくらいその自民党内で あのまあ岸田卸っていうその水面下の動きっていうのが激しくなってるんじゃないのかなっていうのは容易に想像できますしあとはこのニュース出たことで今年の臨時国会の振り返るニュースなくなっちゃったじゃないですかあの何やってたかって被害者あの旧統一教会の被害者救済法案可決しましまたよねだけどあれが一体どういう法案だったのかっていうのを振り返る間もなくこの増税議論に突入してしまった。 でなんかこの増税議論ってまさしくそのやり方が霊感商法みたいなんですよ今、日本は危機に瀕してます、これはミサイル買わないと安全になりません、そのためには対 GDP 比2%にしましょう、そのためには増税ですよね、これなんかね、あなたのご家族が悪霊にたたられてしまう、これ、壺買わないと払えません。だから 30万円でこれ買ってくださいなんかそのやり方とすごく一緒な気がしていてなんか実際問題としてどのくらいその対外的なそのリスクって高まってるのかっていう部分の議論とか何をどうしたらその防衛力が上がるのかっていうのが全く抜きにして対 GDP 比2%にしたら増税したら。 この国の安全が守れるみたいな伝えられ方がしてるじゃないですかだからなんか非常に僕はちょっと全体的に疑問を感じるんですけど、ねうん、防衛力の必要性は国民の中でもなんとなくこのまあ 北朝鮮のミサイルににせせよとかね中国の脅威にせよなど感じ始めている中でやっぱりその議論を真正面からやってこなかったなかなか外交安全保障っていうのは、まあ、国民の皆さんにもっと開かれる形で説明がなければいけないし今言われたようにじゃあ防衛力と一言で言ってもどこをどう内容を、ね、強化していくのかっていうところが見えてこなくて財源論が先にあるのはやっぱり国民の皆さんがんで急にって でただ税制調査会というのが今実は自民党の,この12月というのは来年度の税制について非常に議論をする時期でもあるんですよね。それと岸田さんから言わせればこのさっき言った財源論を言わないというのは無責任だから。 ししっかりと財源一一体体化で一体的に議論しますでそして年今年の年末までには方針を示しますって言った以上公言した以上を少しこう見せなきゃいけないっていうのも岸田さんの立場としてあったんだけれども、まあ、高市さんのこの立場っていうところでいうともともとこの防衛国債っていう、まあ、安倍さんのです、ね、考え方目的を持ったこの前は教育国債って言いましたけど、うん、教育のための国債とか国債の,の防衛国債の議論も実は あったんですよねでその国債のことも含めて突然増税だけじゃなくってあらゆる選択肢があるんだけど議論をもうやっぱり増税するってすごく慎重にしなきゃいけないのに議論もしない党内の中でもなかなか見えてこないのにまあ簡単に言うと財務省に急に言われたような感がやっぱりあるなっていうふうに思えて透けて見えてしまうのでそれはちょっともうちょっと真剣に議論を詰めてからやろうよっていうのがあるかなと思いますね。 緊縮財政派と積極財政派いるじゃないですか。でまあその まあその今回の対 GDP 比2%っていう言葉ってまあ最初に言い始めたのって安倍さんですよねで安倍さんはじめとするその清和会の方々っていわゆるその積極財政派じゃないですか。はい、にもかかわらずその今岸田さんが打ち出しているその増税ってまさしくその緊縮財政、まあ、税務財務省が言うようなことですよねなんかそれがすごくなんかこうちぐはぐな形で出てる気がしてきていてなんかその緊縮財政でいくのか積極財政でいくのか っていう議論をなんかねもう少しねクリアにやってほしいんですよ。あまりにもその方向性が違う緊縮財政の人たちが言うのはこのままいくと財政破綻するそれに対して、えーざえー、と財政出動の人たちは、まあ、国債っていうのはすっても財政破綻しないんだっていうだから全くその言ってることが真逆なのがその自民党内でもある なんかそこの議論っていうのをなんかもう少しねその国民が分かる形でやっていただきたいっていうのはあるんですよね <laughs> まあ財務省がなんか1人1000万国民1人1000万あたり今もう借金だっていう数字がーンと出たりするけどこれもまたちょっと国民 <laughs> 日本政府の借金であるとか国債とは何,と何ぞやみたいなところの議論もまさしくだからその国債っていうのは国民一人当たりいくらの借金なんだっていうのが財務省的な考え方ですけどでもあの財政出動しろっていう人たちからするといやいやそれは国債っていうのは国民に対する政府の借金なんだっていうだから全く考え方が真逆なんですよね。だからここが真逆の状態で そのどっちで行くのかっていうのがクリアになってない状態で今進んでいるっていうのがなんか非常にその分かりにくくなっている原因の一つなんではないかって感じますけどね。ん内さんどうですかうんなんかねそのとりあえずもう今こんだけ増税されて物価は上がって賃料上がんないっていうだからこの防衛費云々の前にその前にも国民がもうみんな逼迫しちゃってそのなんかもうミサイル打ち込まれる前にもみんな なななんんかかそれ倒れちゃうんじゃうじいかなと思ってだからまずなんかそのすぐ増税増税じゃなくてねまずその政治家の人たちのねまずボーナスととかかねね通信費とか、ね、給料全部カットすすればいいんですよそこからね防衛費を賄おうっていう姿勢ないのかなってまずすぐ国民党の河野って言うけどそれで結局足りないからじゃあ増税しましょうだったらね分かるんですけど自分らは何も。 痛手がなくて、すぐ国民でしょう。で、これ給料カットするっつたら、みんな多分政治家の人たち反対しますよ。だって、自分らはだって安全だから。ね、だから何も言わないんですよ。これが。自分らの給料は全部ボーナスカット通信費だとか、ああいうの経費とか、全部カットで使うなって言ったら。みんな俺は反対すると思うんですけどね。うん、なんかすぐこの自分らを守られてる位置からで。 なんかもう上のね人たちだけでなんか話し合ってる感じでですぐ何かあったら増税増税でそれでみんなミサイル危ないからまね守りたいからだけどこのまんま増税して国の借金が増えてってって結局守れないですそれじゃあ。 うん法人,法人税など念頭にあの幅広い税目で負担という言葉が、まあ、有識者会議から出てきて、うん、でも今回も国民の負担という言葉ってすごいなんか私は財務省的だなって、まあ、メッセージとして国民の皆さんへのメッセージとしても、まあ、これは本当に財務省が言わせてるかなってすら思ってしまいますけども今言われた通おり、まあ、野党も言ってますけどまずは歳出改革歳出、まあ、削減についての議論。 しっかりして安易に増税論をするんじゃないっていうま野党もそういう声を出してますからやっぱりこの全体まずボーナスカットしたらいいんですよ国会としてねそういう議論があってもいいかと思いますね、うんうんうん、そうですぐタバコ税上げるでしょう <laughs> そういう人はねどんだけタバコ税上げるのってもう <laughs>、うん、はい、はい、では続いてです。